ほどね、宿友で宿友の同兵召喚でうまくラインを維持しながら、はい、韓国を守っていくって感じなんですかね。そうですね、まあ、一方の陣なき葵は8枚ですね、クラクと、はい、はい、ちーこれまあね、葵軍とかね、まあ、でもクラク結構ゲームバージョン多くなってるんですけど、はい、逆に韓国語だとなんとかなるとは思うんですけどね。会場の皆さんもきっと STO なら何とかしてくれるとか思ったりするんじゃないですか、ちょっと STO に軽くも聞いてみましょうか。そうですかね、はい、STO 聞こえますか。はいはい、これクラク相手に観光語デッキだとどうなんですか、相性的には。いや、昨日から始めたんでよくわからないんですけど。昨日から始めた、はい、シクノさんはいけるって言ってました。シクノさんはいけると言ってた、なるほど、完全にチャリキ本願ですね。そうですね、補欠の3がいけるって言ってるから、まあ、いけるんじゃないかなと、はい、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。葵さんどうですこのデッキ。あー、なんか強そうな感じで弱いみたいな感じじゃないですかね。わかんないです。なるほど、はい、こういうの形のデッキとは当たったことあるんですか。ああ、ありますけど、大体相手が自滅していく感じが結構目に見えてますね。なるほど、わかりました、はい、じゃあ2人とも頑張ってください。これで STO が負けたら至福の差の責任みたいな感じになりますよね。全部それではお待たせいたしました。作詞に溺れるっていうね。そうです。激怒から頂上決戦トーナメントはいよいよ1回戦最後の対決を迎えます。純銀 STO、 仁義なき葵君主、両剣君主の対決、いざ開戦です。さあ、お互いの策を目指して斜めに進んでいく形です。対角線に進んでいきますね。さあ、東博がゲージ回っちゃいましたね。さあ、観光を仕事しましたね。さあ、迎撃されたの東博ですか。はい、はい、で、真ん中でも韓銀兵が迎撃取ってますね、STO が一時観光後に撃ってましたね、はい、いつもの場所に砲塔ではなく、はい、馬体がいましたね。さあ、スー落とせるでしょうか。さあ、この度スー落としましたね、はい、これもしばらくはないですね、はい、ただまあこのタイミングだったら大した痛手にはならないですよね、はい、お互いヤグラを壊すという、まあ、サク壊すにも至らない状態ですね、はい、一進一退といった感じですかね、はい、柵に触れさせずに、まあ、伏兵を一体暴くと。お互い武力低いんで威嚇の弓がすごく強く見えますね、はい、まあ実際強いんですけど、結構ね、中武力の弓もね、かなりね強いんで、はい、今回さあ、これほとんど踊る気ないんですか、どうなんですか。踊りますね。 STO はもう韓国を回復しきる前に踊りますね、はい、そうですね、はい、さあ、もう一体の伏兵がどこにいるかですね。まんまとかかっ、さあ、踏んだのはこれ馬食ですかですね、下がりました。これでも韓国って減ってるじゃないですか、リジュクラウトやばい気がするんですよね、さあ、スーが舞いました。あ、リジュはまだライン上げてませんね、はいはい、さあ、長領が落ちて、この後ですね、遊びはここまでにしよう。おお、どんだけ兵力回復したいんだって、はい、これでもいいですね、これで宿友をそのまま守りきったまま一気にスー到達できそうですね、回復しつつラインもキープできますから、はい、回復の底上げとしてはすごいいい機会じゃないですか、はい、とかスー落ちるんじゃないですか、応援の方が落ちそうですね、はい、確かに、はい、さあ、届きました、宿友がスーに到達しましたね、はい、これ宿友はスーは落ちますね。さあ、その間に逆に、はい、工場取ったのはこちらですね。工場取りました、はい、呼びます、呼びますね、はい、小僧が来ましたね、小僧は、はい、さあ、これ理覚士が動かざるを得なくなりましたね、はい、これで宿一発入りますね、確かにこのデッキ強そうっすね。そうやるな。さあ、脅威を倒して味覚士を守りきれるかどうか、はい、毒、これと韓国語の回復量とどの程度ってところですかね。普通にいったら、はい、これ
小僧の方も絶対倒せるんですけど、はい、さあ太平洋一ですね。回復で結構相殺されてますね、はい、これで馬食が毒は食らってる、毒が食らってるものの、まあ、観光ゴード回復にもう長い時間待機できますね、はい、さあこれでそろそろ僕馬食は切れましたね。宿友も切れた、これ切れましたか。宿友あれですね、はい、効果かかったんですけど減ってなかったですね。爺さんほとんどそうですね、はい、さあ造兵をこれ右サイド右側ですかね、はい、積極的に、はい、これで騎馬のあ真ん中ですね、縄文に入れましたねこれは。ああ、なるほど。私が愚かだった。さあ守れるでしょうか。突撃をうまく使って逆転はさせませんでしたね。これで橋の長所の橋工場を止めてライン維持ですね。はい、半銀兵がこれは乱戦で、いやこの辺もしっかり、うまいですね一進一退です。さあ道具ですね、サイド。さあこれでリタクシも道具に帰ってしまいました。現状まだ、はい、STO は若干リードしてるんですかね、これどうでしょう。どうですか、青いですかね。若干リードしてるのは青いですね、はい、STO の方が減ってます、はい、さあなんで STO は積極的にこれ攻めて取らないといけないですよ。さあ理覚士と、うわいったね、これこれは大きいですよ。さあどうでしょうか、お互い悶絶じゃないですか、はい、失敗してますね。さあ取ったのは STO。 そうやるな。なるほど、ほぼ満タンの脅威を持ってかれたんですね。そうですね、でリカクシがこれどこでも落ちそうなんですよね、はい、さあ確かに毒も落ちそうですね、はい、もう一回毒ですね。これとどめ刺しに行きましたね、リカクシを、はい、あそこにいられる続けるときついですからね、はい、私戻りますね。残るのかな。前の毒の効果が消えたらもしかしたら逃げ切れるかもしれません、ね、さあこれで逆転ですね、おそらくは、はい、縄文入りました。さあこうなってくると、さあ隠し、いやこれは無理ですね、これ無理ですね、はい、補欠野さん仕事しましたね。そうですね、このデッキ流行るんじゃないですか。さあ長所が舞台引っ張りますが、見事落城勝ちです。それでは改めてご紹介いたしましょう。1回戦最後の対決は純銀大輝青井君主、純銀 STO 君主の対決でしたけれども、見事純銀 STO 君主が勝利いたしました。おめでとうございます。